テテクワシ記念農園にある1879年に植えられた最初のカカオの木の一つテテクワシはガーナに初めてカカオの木をもたらしたとされる人物。民族的にはガジンである。クワシは1842年に英霊領ゴールドコーストのアクラに近いアクアピン丘陵のマンポン村で生まれ、選挙手段の教育を受け、成人して鍛冶屋となった。 1870年、クワシは当時スペイン領だったフェルナンド・ポートに、家冶屋として出稼ぎに行き、農園でカカオの木を初めて目にした。当時フェルナンド・ポートはカカオの大生産地となっており、島中にカカオ農園が広がっていた。クワシはカカオの木がインジュであり、ゴールドコーストの主食であり大きくなり適度な木陰を作るバナナや根元で肥沃な土を作るキャッサバや、 ヤムイモとのコンウェルが可能であることに目をつけ、食料生産と両立できる商品作物として有望だと考えた。1876年、6年間の出稼ぎを終えてゴールドコーストに帰国する際、クワ氏はカカオの種を携え、故郷のマンポン村に種をまいた。1879年にカカオの最初の収穫が始まり、クワ氏はその死を 友人や親戚に分け与え、カカオの栽培を進めた。ゴールドコーストの気候は、カカオ栽培に適しており、さらに自衛小能にとって栽培しやすい、換金作物であったため、カカオの栽培は、ガーナ南部に急速に広まっていった。詳しは1892年の12月25日に、亡くなったが、その1年前の1891年には、ゴールドコーストから、 最初のカカオが輸出されるようになっていた。詳しの死後、カカオ栽培はゴールドコーストの基幹産業となった。1911年にはゴールドコーストは世界最大のカカオ生産国となり、この地方に富をもたらした。その富をもとに、1957年にゴールドコーストはクアメ・エンクルマの下でガーナ共和国としてブラックアフリカ発の独立を果たした。 ガーナ政府の失政によりカカオ生産でのガーナのシェアは落ちたものの、クワシは現在でもカカオ栽培の父として、ガーナ国内で尊敬を受けており、マンポン村には、クワシが最初にカカオを栽培した農園が出てクワし、記念農園として残っている。また、テテクワシ記念病院やテテクワシサークルなど、彼の名を冠した施設も多い。 ガーナの90世ディ札には、詳しの肖像が図案となっており、また2007年より導入された新世ディ札には、すべての禁酒の札に詳しとカカオの実の透かしが、入っている。キャロルオフ、チョコレートの真実第一版、P124、英字出版、2007年9月1日、キャロルオフ、PP124 から125、高熱とむ。 ガーナ混乱と希望の国 P57 アジア経済研究所2003年11月7日 ISBN 978から42億58005万1045高根勤、P58 ありがとうございます。